いや、本当に口は災いのもとですよね。まあ大体はね、その口論だけで終わるわけですけれども、その当事者間、その人によってはよからぬトラブルに発展することもあります。白金高輪駅の硫酸事件なんてまさにそうですよね。25歳の花森容疑者が3歳年下の男性に硫酸をかけて大怪我を負わせたと。なんと容疑者と被害者は知り合いだったっていう話じゃないですか。琉球大学で同じ映画サークルに所属する先輩後輩の関係だったということです。花森容疑者は被害者より年齢が3つ上ですが、高校留年と浪人生活で学年で言えば一つ違いです。被害者の勤め先から後をつけての犯行ですから、よほど恨みがあったのか。被害男性が言うにはこんなトラブルがあったとか。花森容疑者と男性は以前沖縄県内の大学でサークルの先輩後輩の関係でしたが、その後の捜査関係者への取材で被害者の男性が大学時代にタメ口を使ってトラブルになったなどと警視庁に説明していることが分かりました。サークルで花森容疑者ら数人と一緒にいた際、男性が「おい花森」と呼びかけると「花森さんだろ?」と咎められたということです。警視庁は花森容疑者がこうした会話などから男性に一方的に恨みを募らせていた可能性もあるとみて動機などを調べています。花森容疑者の方も大学時代男性の態度が悪かったという趣旨の供述をしているといいます。ですから、そういう被害者の態度がこの容疑者のまあ、こう恨みを募らせる要因になってしまったんでしょう。プライドを傷つけられたというか、まあ、琉球大学ってね、基本優秀な大学ですからね。そして花森さんだろと切れたっていうのも、そこに行き着くまでに積もったものがあったんでしょうね。他のサークルメンバーがいる時に日常的に「おい花森」とか言っていて、でその態度を見て周りのそのサークルメンバーたちもこの花森容疑者を舐めるようになっていったというか、なんかそういうノリあるじゃないですか。グループ内で変なブランディングをされてしまって本人は嫌なんだけど修正できないというか、だからその元凶である被害者の方をめちゃくちゃ恨んでいて犯行に及んだんじゃないか、そんなことも想像してしまいます。花森容疑者は昨年度から静岡大学農学部に編入しているんですよ。ですから被害男性とその接点っていうのがなくなっていったわけですよね。それでも恨みが完全に残っていたんでしょうね。報道によると7月下旬にも花森容疑者と被害者は接触しているんですよね。しかも六本木の路上でですよ。ここでも花森容疑者はバカにしていただろうと学生時代のことを言って白金高輪駅までついていったそうです。そして今月犯行に至りました。まあ、この被害者の方もまさか硫酸持ち出してくるとは思ってなかったでしょうしね。今回のはかなり特殊な例ですけど、ここまで恨まれてしまうともうちょっとどうしたらいいのか。本来であればこの当事者同士でしっかり話して、まあ、解決できたらよかったんですが、そうはならなかったと。現代はリアル関係だけではなくて、Twitter とか SNS も災いのもとになってるわけですよ。本当にややこしいですよね。全然知らない人なのに、というか顔も全然知らないのに恨まれてるみたいなさ。おそらく多くの方が穏やかに生きたいなと思っているでしょうけれども、まあ、ちょっと殺伐とした世の中になってきました。今回のケースだと被害者の方にもまあね、いろいろまあ問題はあったのかもしれないですけども、にしたって硫酸持ち出すとかね、そんなのありえないですからね。話し合いで解決って言っても、まあ、もう話し合いもしたくないぐらい、まあ、恨んでいたんじゃないかなということも考えてしまいます。というところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。